はいどうも皆さんこんにちは、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。今日ご紹介する本は、米中もし戦わば、ピーター・ナバロ、2015年文藝春秋から出ております。これ第3回になりますけれども、まあ今日で終わるかなという感じですね。まあね、いろんなことを話してきましたけれども、そのマラッカジレンマとかね、中国は主観的にはこうね、敵に囲まれ追い詰めてる、追い詰められてるんだみたいな話とか、クラウゼビッツとかね、孫氏、そして、まあ、あの非対称兵器っていう話とかで、またそのこれね、陽動外交政策というやつですね。その国内の内政が危ういときに、ね、国は外国の脅威というのを煽り立てる。まあこれはだから、ね、習近平がやってることでもあるし、ね、まあ韓国が定期的にやることでもあるし、まあ日本もある程度そういうものを利用するしね、日本の保守政権は特にね。あとは、まあトランプもね、ポンペオさんという人が、その中国をものすごくですね、バッシングすることで、まあ国内の、ね、不満をそらすっていうことをね、してますよね。っていうことがあるんだけど、じゃあそのね、まあ今回は、引用箇所2箇所なんで、割と早く終わるかもしれないですけど、まあ、解説加えながら紹介していきたいと思います。じゃあね、でまあそのどこでもね、そういうことをやってんじゃねえのみたいなあるね、陽動外交作戦っていうのがあるんだけど、ただですよ、その、まあ、アメリカでもですね、そのクリントン政権時代にそのモニカなんとか好きっていう人と、まあね、そのセックススキャンダルがあった時に弾劾されるんじゃないかぐらいまで行ったわけですよ、クリントンね。だけど、まあ、その時に、4度の軍事作戦を行ったことによって、その軍事作戦が行うという、それがまあまあうがった見方をしすぎという説ももちろんあります。だけど、なんだろうな、結果的にはその、まあ、911考えたら分かりやすいけど、アメリカが戦争に介入すればするほど国内のね、そういう大統領の支持率とかが上がるみたいなことはあるわけで、はい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 。でまあそういう、まあね、日本のね、日中戦争とか太平洋戦争への、まあ、深入りっていうのも、まあ、そういう側面もあったと言われてますから、はい。まあそれはすごい考えなきゃいけない。でもその中国にユニークな点っていうのがあるよとナバロさんは指摘します。それは それはですね、中国がですね、まあナバロさんの言葉で言うと、中国は自閉症国家なんだって言うんですよ。これちょっと面白いなと思ったんで紹介しますね。259から260ページ。中国側の視点から見れば、中国の行動は自らの積極的防衛主義の実践に他ならない。で、積極的防衛というプリズムを通して、中国は東シナ海と南シナ海の支配を、そしておそらくはアルナーチャルプラデーシュの支配。アルナーチャルプラデーシュってね、これ確かインドの一部なんですよ。で、も天然資源問題とマラッカジレンマを解決するための手段とみなしていると。で、アメリカ軍を追い出し、東シナ海と南シナ海を支配すれば、中国の海岸線と領土を防衛する能力も大いに高まることになると。だが、中国の脅威にさらされている国々の目から見れば、この場合だとインドであり、まあ、台湾であり、まあ、日本であり、フィリピンでありってことですよ。ね。で、こういう国々から見たら、中国の行動ってもう積極的かどうかを問わず、とても防衛と呼べるものではないと。これ本当そうですよね。で、これ全く同じロジックってね、戦前の日本も同じことやってるんですよね。満州国の建国ってね、あれは、なんていうのですか、当時の国際法から見ても、ちょっとおかしなことをやってるんですよね。で、だけど日本ってあれって何してたかっていうと、防衛のためにやってたんですよ。で、何かっていうと、ソ連の脅威があったからね、はい、でソ連の脅威があったから、なんだろう、その朝鮮をね、その併合した時に、そのソ連と何、その朝鮮、だからその南北朝鮮ね、
を併合したわけじゃないですか、日本。でそこがじゃあ日本となった時に、大日本帝国の一部となった時に、その大日本帝国とソ連の間にその陸の干渉地が欲しいと。でそれが満州国建国っていうのの一つのね、まあ、陸軍の作戦だったわけで、だけど満州国の満州に住んでた人からしたら、もうそんなこと知るかよと、もうこんなん侵略以外何でもないじゃんっていう。で日本の側からしたら、いや侵略じゃない、防衛なんだよって言うんだけど、っていう話で言うと、今の中国がやってるのって、その旧日本軍がやってたのと同じようなことやってるんですよね。だから中国の脅威にさらされている国々、インドの目からしたら、アーナーチャルプラデシュを中国がねゴリゴリに支配しようとしてくるんだけど、いやそれ防衛じゃないよねって話で、それは多分それはインドの言う通りだと僕も思いますよ。で、だから、とても防衛と呼べるものではないと。で中国の全方位進出は中国の全方位進出はあらゆる意味で攻撃的行動にしか見えないと。本当にその通りだと思いますね。で戦略国際研究センターのシニアアドバイザーボニー・グレーザーは、この感じ方の大きなズレを次のような率直な心理分析によって見事に言い表していると。はい、中国は他国の身になって考えないから、中国という国とその行動を他国がどう見ているかを理解しない。これこそ中国が抱えている問題だと思う。私がよく中国を自閉症国家と呼ぶのはそのためだ。自分の行動が近隣諸国をどれほど怖がらせているか、中国には理解できないように思われると。はい、これ本当面白いです。面白いというか、だから僕がずっと言ってきた、まあ、ナバロさんも指摘してきたですね、その他国の、その他人の靴を履くってね、第1回でも言いましたけれども、ジョン・ F ・ケネディがですね、そのフルシチショフの靴を履いて毎晩ね眠れずに歩いたんだと。そしてフルシチョフは今何を考えてるんだろう、ずっと考えた。でフルシチョフから見た時にアメリカどう見えてんだろうね、それを考えた。だからそれこそが、まあ、キューバ危機を回避したねことに後につながっていくんだけれども、その話で言うと、まあ、我々日本人にそれが返ってくるならば、まあ、例えば中国の反日運動とか、なんだろうね、韓国のね日本製品ボイコットみたいなのって定期的に起こるんだけど、それって、韓国のそのイ・ミョンバックの靴を履くならば、あるいは習近平の靴を履くなら、いやいやもう国内で革命起こるかもしれないっていう危機と、もう日本とは比べ物にならないほど政治は不安定だと思います。日本も不安定ですよ。だけど韓国とかの政治の不安定さはちょっとやばいものがあるんですよ、やっぱり。で何だろう、引退した大統領が軒並み逮捕されるとかっておかしいじゃないですか。でデモとか起こりまくるしね、パックネットの時も起きましたよ。で、まあ、中国はじゃあ盤石見えるんだけど、実は中国っていうのは本当にいつ共産党が自壊しても別に不思議ではない状況っていうのは続いてて、だからそういう中で、日本をここで持ち出すとみんなまとまってくれる、一応。そして現政権のその怒りを忘れてくれるっていうか、そういう麻薬みたいな効果があるから、そういうのをカードとして使ってるんでっていうことが分かってると、相手の靴は履くからね。そうすると我々も冷静に対処できるわけじゃないですか、ね、だから 他人の靴を、ね、履くって大事なんだよって話なんだけど、ね、で、まあ、中国で言うとその全方位に、彼らは脅威にさらされてるっていうのも別に言えなきことではなくて、本当に過去200年にね6個の国に侵略されてるのが中国ですから、だから周りは敵だらけって思うのは当たり前なことで、なんだけど、その中国のその積極的防衛っていうね、その考え方、そしてそれを実践するにあたって、中国って案外、だから案外っていうか、やっぱりその他の国からしたらさ、いやこれも侵略でしょってなるんだけど、それが中国には分かってない節があるよと、戦略国際研究センターのシニアアドバイザーのボニー・グレーザーという人が、まあ、自閉症国家という形で言い表してるわけですよ。だから日本もある程度の自閉症国家だと思うけど、中国はもう多分それがひどいと思いますね。確かにその中国ってね、確かにやっぱり今最近僕中国のことちょっと興味がまた出てきて定期的に出てくるんだけど、最近出てきてまた、でその「小平」っていうね本を読んだのがきっかけで、あ中国やっぱ俺知らないなと、そして面白いなみたいになって、
割と何冊か本読んでて、まあそういう中で、この本のことを思い出して、ちょっと今ね、YouTube で紹介すると自分の思い出しにもつながるなと思って 紹介してるんですよ。でね、何を言おうとしたんだっけ？ だから中国のことを学ぶと、なんか本当にね、なんていうのかな、ちょっとね、僕らの常識を超えとるなっていうのが本当に随所に出てくるんですよ。だからその毛沢東が、なんだろう、5億人死んでもあと5億人いるからねって言ったとか、ちょっともう常軌を逸してると僕らは思っちゃうんだけど、なんていうの、その中国というコスモロジーってね、なんていうの、ですごくね、もう本当に中国人になってみないとわからないところが多分あるね、これはね。で、これはなんか、いわゆるなんか中国人ってなんか道端でうんこするよねとか、なんか、タン吐くよねとか、そういう話とも違うのよ。それはもういいじゃん。それはさ、だって日本人だってさ、なんていうのかな、ラーメンすするよねって言われてるかもしんないしね。ね、だからそれはもうね、文化の違いだし、で、中国人もまた治ってきてるしね、なんか国内ですごい教育してるんだって、そういうの外国でやっちゃダメだよって、だからやらなくなってますよ。で、まあそれはちょっと話は置いといて、だからそういうスケールの話じゃなくて、例えばさ、なんで中国に関する議論が往々にして食い違うかっていう話があって、それを橋爪大三郎というね、東大の先生いて、で、この人ね、奥さんが中国人の方なんですよ。だから、彼の言ってることって本当に中国の皮膚感覚とかを踏まえてね、で、彼自身はキリスト教徒だから、すごくね、なんていうのかな、そういう西洋のことも分かってる、キリスト教だからね。で、日本のこと、もちろん日本人、そして中国人の奥さんがいる、それで中国人の友達もいっぱいいるっていう、橋爪さんのね、話ってすごい面白いなと思うのは、例えばその 中国に関する我々の議論が噛み合わない理由はね、橋爪さんによればですね、こういうことだと。それは我々って、例えば国家っていう言葉を使う時に近代国家のことを指してるじゃないですか。これ日本もそうなんですよ。で、近代国家ってどこから始まったかというと、ウェストフィリア条約という、400年前ぐらいでしたっけ？ぐらいの、ヨーロッパでの、ある事件が、まあ、近代国家の始まりだと言われてるんですよ。でね、そのウェストフィリア体制的な近代国家、ネーションステートっていう国家っていうものと、中国は国家だって言ってる国家って、全然、なんていうのか、言葉の成り立ちが全然違うというか、というのは中国ってそもそも統一されたのが紀元前なんですよね。で、こんな早くに統一された国って多分ね、他にないのね。ないんですよ。だから、ギリシャとかも都市国家だったしね。まあ、ローマ帝国とかっていうのはあったけれども、もう、日本に至っては江戸時代まで日本人っていう感覚はなかったって言われてますからね。自分はどこの藩の人だっていう感覚はあったんだけど、日本人っていうのを発明したのが明治政府ですから。だからそういう意味で言うと、中国っていう統一がその紀元前からあったっていうのは、もうウェストフィリアとかっていうのは知らねえよって話で、最近出てきたアイディアだろうと。我々はもう中国はもう太古の昔から中国なんであって、君たちがそれを学びたまえみたいなことになるんですよ。ね、だからその言葉のスパンが違いすぎて、議論が噛み合わないってことがあってね。例えばだから、言葉としては同じなんですよ。中国は国家だって、その日本人とかヨーロッパの人が言っているのと、中国人が中国が国家だって言ってる、この国家って意味が違うんですよ。中国人が言ってるのって、もちろんその近代国家的には一応振る舞ってはいるけど、でもそのね、2000年以上続いてきた流れというのを、彼らはやっぱりそのね、液性革命とかも含めて、彼らはそのね、伝統を伝承してますから、で、継続性がありますから、実際文化にも。だからそうするとね、なんていうのかな、今のその、そうですね、ワイマール憲法とかアメリカ合衆国憲法とかと並べて、聖徳太子の17条憲法っていうのをね、同じに議論することってもう土台無理じゃないですか。何もかも違うから。だから、憲法という言葉だけが同じなんで、17条憲法ってあれもう訓話だからね。だけど、ね、ワイマール憲法、まあ合衆国憲法とかはもう、その立憲主義という、ね、
リバイアさんである国家を市民が縛るっていう考え方じゃないですか。ね。で、だから全然違うんだよね。だからもう、もっと言えば、その、少林寺拳法と日本国憲法を比べてるみたいな話になってくるんですよ。もうそんなもう、ジャンル違うよっていうね。だから、中国の人が、ね、と会話すると、そういう、なんか、結構そういうジャンル違いのね、なんだけど言葉は同じみたいなことがいっぱい出てくるんですって。だからそう考えると、もうなんかその言葉の、その在庫の種類が違いすぎるから、これってもうちょっとコスモロジーが違うみたいになってくるんですよね。コスモロジーっていうのは宇宙論っていう話で、なんていうの、まあ、世界観っていうのともまあほぼ同じと考えてもらっていいと思うんですけど、なんか中国という一つのそのやっぱり時が流れてると言いますか、なんかそういう感じがするんですよね。で、じゃあこの自閉症国家に戻ると、そういう、国家がね、なんだろう。そういう国家が自閉症的になるっていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんで、例えばさ、こういう話あるじゃないですか。中国ってね、実は、その、国に名前が合ってないんですよ。わかります？つまり、一応ありますよ。清とか民とか漢とかありますよ。だけど、中国って名前変わるじゃないですか。今は中華人民共和国じゃないですか。その前中華民国じゃないですか。で、その前清かな。ラストエンペラーね。で、ね、それで民とかあるんですけど、国の名前変わるんだけど、ナショナルアイデンティティ変わらないんですよ。で、これって何かっていうと、もう国に名前なんて必要ないっていうぐらいのことを中国人実は考えてて、なぜならですよ。中国はセンターオブユニバース、宇宙の中心だから、宇宙の中心には名前は必要ないっていうロジックなんですって。これ橋爪さんが言ってて、ああ、なるほどなと思ったんですけど、だから日本とか韓国とか、その、何、彼らはなんか南族遠いとか、なんか、その、東西南北に、なんていうの、野蛮な、ね、未開の部族が住んでいるっていう世界観じゃないですか。で、その東西南北の奴らには名前は必要なんだけど、我々自身には名前は必要ないっていう。なぜなら、センターオブユニバース。まさに中国だからってことなんですよ。で、橋爪さんが言ってたのは、だから宇宙って一個しかないし、宇宙って宇宙なんだから、宇宙に名前ってない、必要ないよねって。銀河系とかには名前必要ない、あるけど、とか、番地がね。だけど、もうその枠組みだから名前必要ないよね。だからこれが中国っていうものに名前が必要ないっていうことの正体なんだよって言ってるんですって。で、こういう感覚になると、当然、その自分たちがやっていることを他国はどう思っているんだろうかなんてことは、その考える、その思考回路の中になくなってはきますよね。だって、中国という名前からもわかるように、宇宙の中心だと思ってるんですから、自分のことをね。そうすると、他のフィリピンがどう感じるんだろうか、これを侵略だと感じないだろうか、とかって考えずに、いや、もう防衛です。はい。はい、つって。なんか言えちゃう感じ。それって人間で例えるとちょっと自閉症の人に近いっていうんですね。他者がいないんですよ、自閉症の人って。他者がいないんですね。だからやっぱその中国の他者のいなさ性っていうのが、じゃあこれって治る病なのかというと、僕はやっぱり不治の病というか、病と言っていいのか、もう中国というものの成り立ちと関係しているところだから、なんだろう、中国ってやっぱこのまま行くと思いますよ。だから問題は他国がそれをそのどう見てるか理解していない。だからいつか理解するようになるのか。これは本当でも分かんないな。この橋爪さんとかも言ってたけど、一個一つ希望があるとしたら、中国のやっぱエリート層は今、もう欧米に行きまくってるじゃないですか。ね。で、アメリカのね、ハーバードとかでもう学びまくってるんですよ。で、多分もう、で、学問的なレベルもめちゃくちゃ高いんですよ。中国、まあ、あんだけ人がいるから天才もいっぱいいるしね。で、今ね、中国が国家として、その子たちに帰ってきてほしがってるんですよね。で、いいポストつけたりとか、いいね、その給料払ったりとかして、彼らに帰ってこい、帰ってこいって言ってるんです。で、じゃあ彼らが帰ってきた時に、いわゆるその中国じゃない世界を知ってから帰ってくるじゃないですか。で、そうなった時に、
なんだろう、中国がもしかしたら変わるかもしれないし、変わらないかな、わかんないねなんていうのが、まあ、はじめさんが大体言ってたことです。っていうことで言うと、やっぱり自閉症国家であり続けるのかなとかっていうのはあるんだけど、うん。だからまあ、少なくとも、じゃあ、中国のね、周りにいる国々の一つとして、でまあ、中国の周りにいる国々全部だからね。だって ロシアだって、ね、インドだって含まれるんだから。ね、で、まあ、朝鮮半島当たり前です。はい、で、日本、まあ、台湾ね、で、フィリピン、はい、ベトナム、タイ、もう全部ですよ。ね、その全部の国々にとって、中国が自閉症的なんだぞってことを理解しておくことがまず大事な前提となりますよね。中国が通常の我々の常識に従ってくれるなんて思ったら甘すぎるぜって話でもあるわけで、っていうことだったりするんですよね。この話はちょっと面白かったですね。で、これ最後です。最後いきましょう。で、285から287なんですけど、あのパクスメリカトリアって、メルカトリアっていうね、パクスメルカトリアっていう言葉があるんですよ。パクス、パクスロマーナってローマの平和ってことなんですね。で、今の世界をそのパクスアメリカーナって呼ぶ人がいるんですけど、これアメリカの支配による平和っていう意味なんですよ。で、あの外国の文献読むと、あの江戸時代の250年の平和のことをパックス徳川なって表記されていることがあります。つまりあるガバナンスを持つ人によって平和が保たれる状態をパックスなんとかって言うんですよ。で、パックスメルカトリアのメルカトリアのメルカートっていうのは、商業という意味だから、商業による平和っていう意味なんですよ、パックスメルカトリアって。で、これどういう意味かっていうと、その商業で、その交易があれば、その交易している者同士は戦争するというインセンティブが減るから戦争が減るだろう、つまりグローバリズムによって戦争は抑えられるだろうっていう考え方です。で、これが面白いのが、僕もその通りだなとずっと思ってきたんだけど、このピーター・ナバロさんはそれに反論するんですよ。これちょっと読んでいきましょう。280から287。問題、ある国が貿易に大きく依存している場合、その貿易相手国と戦争になる可能性はどうなるかを選べ。1、低くなる。2、高くなる。3、高くなるか低くなるかは取引、されているものによると。はい、これ僕ね、だから1だと思ってたんです。低くなると思ってたんですよ。で、実際ね、アメリカと中国戦争しないよ。なぜなら、だってアメリカって中国のその工場がなきゃ、だってiPhone だって中国で作られてるじゃんみたいな話って、すぐ、おお、そうだそうだとかって思うじゃないですか。僕も本当そう思ってたんですよ。だけどね、これが面白くて、ナバロさんの話を聞いてみますよ。少なくとも中国に関して言えば、現在の一般的見解は1の低くなるだろう。これは商業による平和、パックスメルカトリアを信奉し、貿易が平和をもたらすとする立場である。金融業界も製造業界も国際関係のリベラリズム派も、中国との戦争はほとんどありえない。双方にとって貿易を失うことによる損失の方が、戦争から得られるどんな利益よりもはるかに大きいのだからと声高に主張し続けていると。もちろん国際関係論のリアリズム派に属する人々は、貿易は常に侵略を防ぐ切り札になるという見解を即座に却下するっていうんですよ。はい、自らの見解を裏付ける例として、彼らは史上最も明白なパックスメルカトリアの失敗例である第一次世界大戦を史上最も見当外れに終わった予測とともに引き合いに出す。つまり、その第一次世界大戦でヨーロッパのね、チミドロン戦争なんですけれども、その前ってどうなってたかというと、実はその産業革命によって各国が最も経済的に依存し合ってた時期だったっていう例外、このだから、このロジックが正しいとすれば、これはどうなるのっていう判例ですよ。で、これ、そういえばこれで思い出したのは、僕はやっぱりその戦前の日本で、だって石油の輸入のね、なんか 70% かなんかをアメリカに頼ってたんですよ、真珠湾戦争の時点で。で、それでもやっぱり戦争したっていうのは、確かにこれは反論になりますよね。はい。
で、続き読みますね。ある国が食料、エネルギー、その他の、原料、天然資源といった国家安全保障上不可欠な物資を貿易に大きく依存している場合、その国が戦争を起こす可能性は実際には高くなるかもしれないとリアリズム派は言うと。これだから本当不思議なんだけど、確かにその例を挙げられるとちょっと反論できないみたいな。なんかだって感覚的に考えてですよ、皆さん、日本とかってすごいその食料自給率とか低いじゃないですか。でエネルギー自給率低いじゃないですか。じゃあ日本が戦争した時にもうとんでもないことになるのは、そのなんていうの、そのなんかミサイルでね家が燃えるとかそういう話じゃなくて、その日本って結局そのね、一次エネルギーにしても食料にしても他国に頼ってるわけだから、それがストップした場合に国内なんていうの終わっちゃうよっていう、簡単に終わっちゃうよって思うんだけど、だから、ね、日本がその戦争するインセンティブってゼロなんじゃないって僕はなんかは思っちゃうんだけど、ナバロフもこう言うんですね。第一次大戦に至るまでの20年間、ドイツは食料輸入は急激な人口増加をも上回る速さで増加した。その結果、コープランドによれば、相手が兵糧攻めに持ち込もうとして輸入路を封鎖してくるのではないかという双方の恐怖を反映して、独英間、つまりイギリスとドイツの間で軍拡競争が起きた。こうした歴史上の類似点は、第一次大戦前のドイツや現在の中国のような国家安全保障上不可欠な物資を輸入に大きく頼っている国は攻撃的になる可能性があるというリアリズム派の結論を明確に裏付けている。経済的相互依存は平和を絶対的に保障するものではないという、ことを示す現代史の事例はこの他にもたくさんあると。これは結構僕目から鱗というか、確かになみたいな。だからといってそのパックス・メルカトリアが全くの間違いっていうふうには僕は思わないですよ。やっぱりその貿易しているということが戦争を防いでるみたいなことってやっぱある程度あると思いますから。なんか10年前ぐらいかなのそのニューヨークタイムズのその表紙がね面白くて、それが10年前、まあだから習近平オバマみたいな時だったと思うんですけど、ちょっとわかんない、もっと前かもしれない、胡錦涛とかかもしれないけど、とにかくそのまあ習近平オバマと仮定するとね、そのニューヨークタイムズの平和って、ごめんなさい、ニューヨークタイムズのその表紙って、あれってなんか結構時々その風刺画がね載るじゃないですか。でその風刺画っていうのが何だったかな、だから何だかな、オバマとねその習近平がテーブルを挟んで、握手をしているんですよね、確かね。その順番でよかったと思うんですけど、で握手してるんだけど、でそれは何かというと、アメリカと中国仲良くやろうぜ、これからも取引しようぜ、アップル作ってくれよ、ね、iPhone 作ってくれよ、ね、デルのコンピューター組み立ててくれよ、ね、俺たちもアメリカに金払うぜ、アメリカを豊かにするぜっていうね、その相互互恵関係っていうのを象徴する握手なんだけど、その机の下では互いにキックし合ってるっていう。でこれってまあどっちが上でどっちが下っていう話はあるんだけど、いわゆるその二国間の関係をすごく象徴的に表すもので、だから二国間ってこう経済的には互いに依存し合ってるから仲良くしなきゃダメなんだけど、その思想的といいますかですね、理念的には完全にバッチバチの喧嘩をしてるわけですよ。それはアメリカが民主党政権になろうが共和党政権になろうが同じなんですよ。やっぱり相入れないんです。でアメリカっていうのはやっぱりそのキリスト教的なその自由主義陣営に立つし、中国っていうのはやっぱりその共産党の、ね、独裁政治に近いものがあるんで、全く相入れないわけですね。なんでその表面上は握手してるんだけど、その本音はバッチバチの喧嘩をしてるっていうことがあるから、だからその商業的な取引があるからまだ握手できてるっていうのがあるかもしれないからね。だからそのパクス・メルカトリアが全くのデタラメだとは僕は思わないんだけど、でもその歴史的な実ね、そのまあ日本のねその台湾戦ね真珠湾攻撃の時とかも
確かに日本がその他国に資源を依存してたからこその開戦という見方も確かにできるんですよね。でドイツはもうまさにそうだったって言ってるんですね、つまりドイツっていうのはその食料自給率が低かったから、そのイギリスがもう輸入をね、そのドイツに輸入禁止をいつするんじゃないかって思って、じゃあそのためにちょっと軍備を蓄えとこうってなって軍拡競争が進んでった。これが第一次世界大戦のね、原因になったっていうことがあったりすると。で、まあ、今で言うとだから、各国のその相互依存性っていうのが極限まで高いわけですよ。まあコロナ禍でね、そのグローバリズムがストップはかかったといえ、ストップっていうのはブレーキはかかったといえ、それでもやっぱりそのある国が一国だけでその内需というかね、その需要と供給を賄えるなんてことは今の時代はもうありえないんですね。そういう時代なんですよ。そういう時代なんで、戦争をするっていうことはその需要、その供給とかがストップするってことだから、あらゆる国にとって戦争っていうのはもうなんていうの、その悪手なんだよね本当は。だけどこれって人間ってやっぱりそのダニエル・カーネマンっていう人がね、ファスト&スローという本で書いてるんだけど、人間ってやっぱ合理的じゃないんですよ。合理的に考えたら戦争っていうのは絶対に避けなきゃいけない、いわゆるその囚人のジレンマ的な理論によればね、避けなきゃいけなくなるんだけど、だけど人間って非合理な生き物だから、ここで依存してるということは相手がこの意地悪をしてくるというカードを切ってくるかもしれない。だとすればより我々は意地悪なカードを持っとかなきゃいけないって言って、まあこれ、まあ、囚人のジレンマの理論なんですよこれで、どんどんその相手を不信、相手を信じない。で、自分は強くする。核を持つってやっていくのが軍拡競争で。これが、だから、なんだっけ、ナッシュ均衡っていうのがあって、その、軍拡が絶対に止まらない理由ってここにあるって言われてて。だから、その、人間が合理的でないからこそ、その、経済の相互依存性が高まれば高まるほど、実は、戦争は回避される力学と、戦争が、起こりやすくなる力学の両方が働く可能性があるんだなっていうのは、確かにそうだなと僕は思いましたね。これちょっと面白かったですね。やっぱその軍事のね、専門家のナバロさんならではのね、話だなとかっていうことを思いました。まあそんなことで、まあ引用箇所はここで終わりますので、まあ米中もし戦えば戦争の地政学。まあね、僕の紹介したのはほんの一部ですので、まあこの本興味あるよという方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。まあ今回ね、そのアメリカ大統領選で、その民主党に今度アメリカが変わった時に、まあ、中国とアメリカの関係がどうなっていくのか、こういったこともね、大きく動いていくと思いますよ。うん。で、わかんないです。だから民主党は中国に近いって言ってる人が多いけど、これ案外そうとも言い切れないんですよね。トランプだったから習近平にあんだけ懐に入れた説もあったりとか、ほんといろいろあります。だからわからないです。僕もわからないです。誰もわかんないですよ、そんなの。はい、専門家ですら多分確たることを言える人はあんまりいないでしょう。ね、関与する要素が多すぎて。だけど、なんだろう、その、我々日本人というのは、もう良くも悪くも、ね、中国と日本の関係とか、アメリカと日本の関係という二国間関係では絶対に日本人で考えきれないんですね。なぜなら、中国にとって、アメリカは日本より大きな存在だし、アメリカにとって中国は日本よりも大きな存在なんですよ。これはもうなんていうの、別になんか日本をバカにするんだとそういう話じゃなくて、だって人口とかもう規模とかが違いすぎるからさ、もうそれはしょうがないよね。超大国と、まあ、日本もまあ大国だっていう分類もできるでしょう。もちろん GDP 世界第3位だからね。だけどやっぱ超大国ではないから、日本は明らかに。で、超大国同士の関係に従属するんですよ、どうしたって。日本の国際関係の立ち位置って、だから、じゃあその日和見主義的にね、なんかもう対米従属をただただ続ければいいわけでもなくね、なんか中国に尻尾を振ればいいわけでもなく、やっぱ二国間のパワーバランスの中で、なんていうかな、その賢く振る舞うみたいなことって大事で、
だからそういうことを考えると、やっぱその伝統的にはその琉球ってすげえことをしてきたなと思いますよ。やっぱりその日本という大国と中国という大国の中ですごくしたたかに振る舞ってきたのが琉球で、僕は外交は琉球から学んだ方がいいなと思うんでね、まあ、琉球の歴史なんかもね、学ぶとね、いろんないいことが分かるんじゃないかなと思ったりして、でも今最近ちょっと中国を学ぶのが僕の中で流行ってるので、またなんか紹介するかもしれませんけれども、その時はよろしくお願いします。そんなわけで今日は、米中もし戦わば、まあ、第3回最終回をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。